キック846万2852とは、地球から見て、白鳥座の方向に1480光年離れた、位置にある F 型主系列星と赤色矮星からなる連星である。探査機、ケプラの観測範囲内に位置する。2015年に、主星のキック846万 2852A に不規則な原稿が発見された。この星は、 原稿を最初に論文で報告したタブサ・ボヤジアにちなみ、タビー・ S スターやボヤジアに S スターとも呼ばれている。主星のキック846万 2852A は太陽より大きく、高温な F 型主系列星である。金属量は太陽とほぼ同じであるが、時点周期が極めて短く、わずか20時間ほどで時点する。 万星キック846万2852バイトは非常に暗い赤色矮星である。しかし、それ以外の特徴などについては分かっていない。キック846万 2852A の手前を通過する大量の水星の残骸の想像図。奥に小さくキック846万2852バイトも描かれている。二千十五年九月に探査機。 ケプラの観測により、2011年から2013年の間にキック846万2 8 5 2 A が極めて不規則に減行する様子が観測されたと発表された。変更周期が規則的ではなく、さらに一度の減行でキック846万2 8 5 2 A の明るさが15から22%も暗くなる。たとえ、 木星クラスの太陽系外惑星がトランジットを起こしても全体の明るさのわずか1%の現行に過ぎない。この極めて大きな現行は太陽系外惑星によるものでもなく、また晩星であるキック846万2852バイトの影響を考慮してもこれほど暗くなる可能性は極めて低い。そのため、巷では、 地球外知的生命体の巨大建造物が恒星の光を遮ったのではないかという噂も流れた。仮にその噂が正しいなら、それは巨大なスペースコロニーやダイソン玉によるものと思われる。論文を発表したタブサボヤジアンは、こんな恒星は見たことがないと発言している。この原稿が地球外知的生命体による可能性以外にケプラの不具合、 惑星や小惑星、彗星の残骸あるいは破片などによる現行などの可能性も視野に入れて観測が行われた。キック846万 2852A の研究を主導するイエール大学の天文学者であるタベサボヤジャンによれば、この星の電磁波スペクトルを観測して通常時と現行時のスペクトルを比較すれば実際に何が起こっているのか。 ある程度推測できるとして、キック846万2852が次の原稿を起こす時に備えて、カールジャンスキー長型、干渉電波望遠鏡群で観測できるように待機していた。キック846万2852には、不規則な一時的原稿に加えて、より長いタイムスケールで平常高度の変化が起きていることが示されている。 ルイジアナ州立大学の天文学者であるブラッド・シェイファーはハーバード大学に保管されている古い写真看板のデジタルデータを分析した結果キック846万2852へと思われる光が1890年から1989年までの期間におよそ20%減高していると主張した。これに対してドイツのアマチュア科学者 マイケル・ヒップックとアメリカの科学者らからなるチームは、シェーファーの研究は、系統誤差を過小評価しているため本当に、長期的現行が起きているかは、疑わしいと批判した。2017年のヒップックらの研究では、1934年から1995年にかけて、ゾンレベルク天文台で記録された写真看板を分析し、キック846万2852に、 長期的な現行は見られないと結論付けた。写真看板の議論とは別に、2016年に、ベンジャミン・ティー・モンテとジョッシュア・ディー・サイモンは、ケプラー宇宙望遠鏡の約4年間の観測データを分析し、キック846万2852が、この期間中に3%減行したという結論を得た。減行率は一定ではなく、 最初の1000日間は年間0.34%のペースだったが、次の200日間は減行率が大きくなり、最後の200日間は再び緩やかなものになった。2018年にサイモンらはオッス SN 全店サーベイの分析を行い、キック846万2852は2015年から年間0.6%のペースで減行を続けていると報告した。 さらにオスス SN の前身であるオススのデータを分析したところ、キック846万2852は単調に減行しているのではなく、過去11年間に2回ほど増高に転じた期間があったことが示唆された。2017年4月24日、キック846万 2852A をモニタリングしていた観測ネットワークがわずかな減高を捉えた。 その後、5月14日から19日の間にキック846万 2852A が原稿を起こしたことが、複数の天文台やアマチュア天文家の観測によって確認された。キック846万2852の中解像度スペクトルをリバプール望遠鏡で観測した IST ルラは、原稿時のスペクトルが平常時と比べて、 特段の変化がないことを報告した。この原稿は最大で約3%に達し、5月21日には元の高度に戻ったが、6月に入って再び不規則な原稿を始めた。仮に小惑星や彗星の残骸や破片が原因だとした場合、キック846万 2852A の周りで強い赤外線が観測されるはずだが、 スピッツァー宇宙望遠鏡やワイズなどによる観測では、キック846万 2852A の周りに赤外線は観測されなかった。この結果は、少なくとも現行が岩石室の天体の残骸によるものではないことを示唆する。そのため、冷たい水星の残骸による可能性が高くなった。赤の科学者がアレンテレスコープアレイで一からギガヘルツの電波を 調べたものの人工的な信号を乱すことはできなかった。当初、最も有力と考えられていた説はキック846万 2852A の周りを大円軌道で交点している巨大な彗星とそれから分裂した残骸群が時折キック846万 2852A の周りを通過し、現行をもたらすというものである。この説が正しければ、 2011年に観測された原稿は残骸群の先頭にある巨大な彗星によるものであり、2013年頃に観測された原稿はその彗星から分裂した残骸や破片によるものになる。現在は彗星と残骸群がキック846万 2852A から遠ざかっているとされているため、赤外線が観測されない可能性もある。 しかし、前述のように、キック846万 2852A が過去にも長期の現行を起こしていたらしいことが判明し、水星説は有力ではなくなった。この現行を発見したシェファーによれば、水星説を採用するなら、直径 200km の水星が約64万8000個も列をなして通過しなければこの現象を説明できず、 そのようなことは極めて考えにくいことだという。水星説以外のモデルとして、巨大な管を持った木星型惑星が、その前後60度に大量のトロや小惑星を従えて、好転しているという仮説が提唱された。ただし、このモデルで原稿を説明するには、惑星や管が構成に対して非常に大きなサイズを持つ必要があり、 小惑星についても非現実的な量が存在しなければならないという問題がある。ジェット推進研究所を退職後にアマチュア天文家として活動しているブルース・ゲイリーは、キック846万 2852A が中央に大きな穴の開いた薄く不透明なダスト円盤に囲まれているというモデルを紹介している。キック四十六万百五十二 a と、 円盤を斜めから観測していると仮定すると円盤中央の穴が細長い楕円形に見えその中央に光成が位置しているように見えるはずである傾きの大きさによっては手前側の円盤の内円が光成をわずかに覆い隠すように見えるという状況が生じうる円盤の内円が滑らかであれば円盤が交転してもそれが光成の光を遮る割合はほとんど一定に保たれ これがキック 8462852A の平常時の高度と考えられる。この円盤の内縁にはところどころ乱れて、コブのように膨らんだ部分があるかもしれない。その部分が構成の手前を通過する間は、円盤が構成を隠す面積が一時的に増加し、不規則な減高が生じうる。ゲイリーは円盤の内縁がキック8462852 A から2.9天文単位の距離にあり、1512日周期で好転しているというモデルを例示している。現在、キック846万 2852A に木星の50倍以下もしくは0.25倍以下の質量を持つ太陽系外惑星の候補天体が存在する可能性がある。仮に質量が木星の50倍以下なら太陽系外惑星ではなく、 褐色焙性である可能性が高い。ありがとうございます。